せっかく生き返ったのに残念だったな。うわあ！この巻物にも歴史の改変が起こっています。あなたの力を貸してください。誰だ？俺たちの火星に来たのか。なかなかの使い手のようだが、やめておけ。向こうにいるあいつらのバカでかい木、わかるか？今からあれを相手にするんだぜ。ほら、こんな雑魚と戦って終わりじゃないんだぞ。放っておけ。どうせ俺たちが負ければ地球は終わりなんだ。そうなったらどこへ逃げても結果は同じだ。戦いたいというんだろ。ふぅ、雑魚が一匹増えたところでどうってことねえけどな。せいぜい俺たちを楽しませてくれよ。守る人の最大なのは強さだけじゃなくて数まで増えてるから、とにかく栽培マンの数を減らしてください。この栽培に強いぜ。君の悪い奴らだな。そら、頑張れ。こいつら、結構できるぜ。この後にサイヤ人どもも控えてるってのに。クズども相手に何やってやるんだ。おい、汚いから片付けておけよ、そのボロクズを。くそったれ。
さあ、あの色は栽培なの緑の形だ。おいおい、天然マンや人工マンまで持ってる。そりゃいい、どこまでできるか見ものだな。俺たちの出番がなくなっちまうかもな。なかなかやるじゃねえか。俺の思った通り少しは楽しませてくれそうだ。いいですよ、もう少しです。一気に倒してしまいましょう。すげえや、まったくお前にはかなわないな。いよいよ本番ってわけだ。さあ、そのいつから片付けてないかな。油断しないでください。ナンパの他だけでも邪悪な気が感じられると思います。あの地に包まれているのは戦闘力が格段に上がり、本来の歴史と違う軌道を取るのエッジ通りになるよう。死ねえ。順番が変わっちまった。どっちにしても同じことだ。強すぎる。あまりにも強すぎる。悟空さんが来るまで何とか時間を待たなければなりません。クリフさんとご飯さんは絶対に守ってください。いつもに来たぞ。圧倒してるのにまだ倒れないんだぞ。なんてタフな奴なんだ。純粋なサイヤ人のパワークリリンもゴハンも離れてくれ。あとオーラたちに任せろ。この二人なら大丈夫だ。俺たちは行くぞ。お父さん。なっため手こずりやがって。カカロットは俺が相手をしてやる。わざわざ何しに来やがったカカロット。まさかこの俺たちを倒すためなどというくだらんジョークを言いに来たんじゃないだろう。友人犯やめちゃ鎖骨。そして戦闘力がどんどん上がってる。ナッパ、お前はそいつをとっとと倒せ。
得体の知らない奴に舐められてたまるか！すげえ、本当にすげえぞ。この二人なら。まずってところだな。悪くなかったぞ。人間の時の10倍にもなるのだ。悪だ。やっと分かったぞ。じいちゃんも踏む。ごはん、俺たちも行くぞ。尻尾を切れば元に戻る。ごはん、あいつの尻尾を切るぞ。はい。おめえたち、尻尾を切るのはクリリンさんたちに任せましょう。クリリンさんとごはんさんを守って。鍛え方したらそこまで強くなるんだよ。
切れた、尻尾が切れたぞ。やったぞ、元の姿に戻りやがった。死にたいか。やった、大ゼルカが解けましたね。あとはもうベジータを倒すだけです。お前はまだまだ伸びるぞ。逃がしてたまるか。なんで止めるんだよ。クリリ、いいんだこれで。この次はオラが、オラが一人で倒してみせる。ありがとな。